ちょっと聞いたとかじゃなくて、こうくらいロングからのボブとかにしても一切気づかない。ありえなくないですか？4年前か、その結婚式した後にロングからバスで切って髪切りってくるねって言って行ったんですね。帰ってきたら私が持ってるあの焼きたてのパンしか見てない。パンに駆け付けて、でかけお腹が空いてパン食べたいのも分かるけど、いやちょっとなので今回あえて言わずに来たんですよ。あ、旦那さんですか？帰ってきたら気づくと気づかなかったら何もしなくていいですから、ね、洗濯とか。そうですジュースを握らせる、うん、やっぱ大変だからそらしょうしかなるわって思いました。台も作ってあげたいけど、新生活もなかなかやっぱ辛かったので、なんか常に次へ2日へみたいな感じ。あ、どのくらい期間気によったりもするんですよ。その割とお腹なの目立たない間が結構しんどかったりするので、本当人それぞれだと思うんですよ。今はまだ軽かった方かなと思うんですけど、でもいつ何が起きるか分かんないから結論は定期なんじゃないちょっと斜めにしてもいいですか？お願いします。死にたいでしたらおしゃけだな。てかなんか街歩いてる女性のロングヘアが痛みまくってんなとか目いっちゃいます。いや、どっちかというと綺麗だなの方が目いきますよ。すごい強さしてる。それはこう表参道だからかもしれない。いや、そういうことだと思います。断念だったら、そこばっかり目がいっちゃうじゃないか。人それぞれですね。人それぞれ。会社の、その、ヘアドネーション紹介で、その、松川さんのページを見つけた時に、カタカナだったので、クリエイターズみたいな感じで、ロバート秋山のクリエイターズライブ。ああ、はい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 。夢で出てきました。カタカナだったんで、秋山隆二だったっけみたいな。ありがとうございます。別人ですね。